はい、こんにちは、加藤です。桃太郎伝説続きやっていきたいと思います。もうね、今ね、結構最後の方来てるんですけど、ここね、スズメの宿5ってのあるんだけど、前回ここまで来て、この下にね、村があるので、そこまで生きていけるかって話なんだけど、ワイラ。これは大丈夫か。ね、止まったおかげで助かってるんですよ。で、きび団子とか、いろいろ、羽衣とか買ったので、まあいいんだけど、戻れんだけど、ちょっとここまで来るの大変なんで、洞窟を通り抜けてこなくちゃいけないので、それが怖いんですよね。強えな。さすがだね。あそこなんだけど、あれ上からだっけこれって。上からか。あ、下まで下来すぎた。やばい。まあ大丈夫だと思うけど、マンキンタン使いながら戦えばなんとかなるかな。前回最後の方燃料切れ寸前でね着いたので、まあ一回戦えるかどうかぐらいだったんでね。嘘でしょ。こっちも届かない機能ついてほしいよね。あ、行けた。あそこ竹取りの村なんですけど、あそこ行っちゃえば飛燕で行けるんで、で出てきた。あー、これ怖いよな。来た、ただ節約でいこう。六角当ててもいいんだけど、半端じゃねえ食らうので、30、40食らうときあるよね。35、74は食らわねえだろ、さすがに。50食らうかな。もうやめて、そういうの、高画質の弾とか。何やってんの。あ、怖え。怖え。6回だと回復できるから、無理に六角使って倒してね、もう一回現れてやられたら嫌なんで、あんな近くなのに。だから前回あそこで終わってセーブしてないので、自分。やられたらアウトなんですよ。はっきり言って。この5万持ってる状態で死ななくちゃないので。OK! 行こう。OK! はい、竹取の村。鬼ヶ島は閻魔大王が支配しているそうな。恐ろしいことじゃ。閻魔大王出ました、名前ね。オラの息子が羅生門の鬼に食われちまった。おお、マジ食べちゃったの。そんな残酷な時代だったの。前に宝4つ集めて勇気の剣もらおうとしたアホがおったの。宝4つ集めて勇気の剣をもらおうと思った。でね、これサルカニの村戻れんですけど、一回戻った方がいいな。羅生門の鬼に米をみんな持っていかれて、村にはもう米が一粒もねえだよ。こんだけ貯めたらいい武器買えんだろう。ね。サルカニに戻ってもよかったんだけど、ね。鳳凰の剣でしょ。獅子の旅、鉄鋼、鉢金全部持ってんな。これだね。あら。じゃあ、きび団子一個使おうか。蜘蛛の糸もいらないけどね。いくらかこれでマシなんじゃね。今なんだ、今アシュラの剣で181なんで、あー9しか上がんねえのか。あー、まあいいや、また貯めればいいし。かぐや姫様は5つの宝を1人で集められるエレオカタを待ってるそうだ。よし、これでとりあえずいけるので、あとサルカニの村か。はい、弾がねもうちょっと足んないね。サルカニも戻ってると思うので、タケノコくれんか。竹取村のタケノコは柔らかくてうめえぞ。のわしは駅舎じゃ。いや、鮮魚って。とりあえず回ろう。鬼が輝姫様をさらおうとしているだ。
オラは命に代えてもかぐや姫様をお守りするだ。まあそうだね、ここら辺の敵強えからな。勇気の剣はペッコさすげえだ。触れただけでベコが真っ二つだべ。黄泉の塔にいる羅生門の鬼には村の者がみんな泣かされとるだ。オラの隣のうちなんか旦那がひねりつぶされただよ。ひでな、ひねりつぶされたり食べられたり。羅生門の鬼だって。ヤマンバそんなでもなかったね。黄泉の塔のあたりはわしの土地だったんじゃ。わしの畑を返せ。左側にあるんですよ、黄泉の塔って。かぐや姫は竹に囲まれた立派な家に住んでいる。そこだ、そこな。フォーザワールド相変わらずいた。はい。ああ、桃太郎様、お待ちしておりました。私がかぐやでございます。勇気の剣は5つの宝を一人で集めた方にお渡しする習わし。何卒早く5つの宝をお持ちくだされ。そして多くの人々を苦しめる閻魔大王を懲らしめてください。なんで、あとね、2つなんですけど、1個が、まあ猿カニの村行けばいいか。回ったの全部回ってないっけ、まだ。勇気の剣は、一人で集めたものが持てるのか。俺も集めっぺ。集めろ集めろ。もう3つ持ってっから無理だよ。1個銀次持ってて、まだね、手に入れてないのあるよね。はい、ということで、猿カニの村。もうここまで来たらもう、あとは、段上げるだけか。これ戻ってきてるね。これもともとこれだもんね。あれ、人間に戻れると思ったらそのままハドソンのマークになっちゃった。ありがとう、桃太郎さん。どうか北の一本松に縛られている猿も助けてやってください。とっくに助けてよ。鳳凰の剣取ったよね。鎧行ってっかな。ああ、やっぱりこれ今一番強いんだ。ジンバオリとかってあれなんだっけ？今更だけど。この先、愛と勇気の国、かぐや姫様の愛が溢れる国じゃ。だから、一回ね、ヤマンバとか倒して、ここ戻ってくればいいんだけど、ね、ここに駅舎いいんだけどね。わしは駅舎じゃ、お金に落とされた波を、二人で当て申すぞ。100。一人でも千人のもとで、奉仕の術を習ったか？はい。あの野郎は、高い金取ってつまんねえ術を教える、大悪党だぜ。ね。とか言ってっけど、奉仕使えば、はい、桃太郎は可愛いおならをした。駅舎は腰を抜かしてしまった。驚いた拍子に駅舎のヒゲが取れてしまった。駅舎はスリの銀次だった。すかさず桃太郎はスリの銀次を捕まえた。はい。やっぱり悪いことはできねえな。俺が悪かった。許してくれ、桃太郎さん。竜の首飾りは返すぜ。もうスリから足を洗って料亭を継ぐことにするよ。あんたも頑張ってくれ。かぐや姫に会ったら銀次は今も好きだと伝えてくれ。はい。ということで、宝が4つになったんですけど、羅生門の鬼がどうとかこうとかつってましたよね。そこに行くんですけど、この強さだと普通に返り討ち合うので、そうだね。あとは、とりあえずね、まあ、いらないもん質屋に売って、あと、うちでの小槌とか欲しいんだよ。それがあれば、なんとかなるんだよね。つづら屋で5000両で確か開けれんだけど、まあこんなもんでいいか、とりあえずはね。あ、またきびだんごもいらん。よし、こんなもんですね。ちょっとリセマラするか。さすがにきついよ。このジンバオリって、
ずっと思ってたんだけど、ダメかこれ。だよね。ずっとそう、入れ立ち1個なんか足んねえなと思ってて。だよね。そうだね。さて、1個ね、入れ立ちがね、ずっとね、お守りだ、あれ。それが花坂の村に売ってたので、入れ立ち1個だけどこ取ってねえんだろうと思って、あと、鷹の爪と鉄子と陣羽織だね。まあ、こんな、まあ、気休めですけどね。これで、今んとこ最強装備なんで、うわ、出た。炎を吐いた。ブオーうわ。そっか、2回食らったりするのか、あれ。この上にスズメのお宿あんだけど、まあ、強いし、100でも死なないし。届かなかったとか、これ。ああ、まあ、しょうがないか。ひどいよね、これ。マジかい。なんでこんなさ、ボス倒すぐらいの苦労しなくちゃないわけ？お金はもうね、まあ意味なくはないけど、3万8000だから7回つづら開けれんのか。うちでの小槌とか出てくるので、今のうちと貯めときたいんですよね。ああ、やだ。四天童子でできたらアウトだよね。氷の竜より全然強いね。OK。いけた。とりあえず宿泊まろう。で、こっからリセマラタイムなんですけど、まあ、昔のゲームだからね、本当はパスワード取ったりね、して、またここ行ったり来たりしなくちゃないんだけど、まあ、そういう面倒なことをやっとかないといけないっていうね。おい、チュンチュン邪魔。ね、こう5000両払ってつづらが出るので、これをなんとかしなくちゃいけないんですよね。はい、ということで、商品一覧表が混乱の玉、高賀者の玉、内江の小槌、産後の札ってあるんですけど、産後の札は大外れですね。大外れ。だからこうやってね、5000両ミスるときあるので、何回もね、ちょっとこれまあ、まあ、セーブ取ってるというか、こんな感じで。お、高賀者のため。これはいいよね。ね、こういうの当たるまで、ちょっと繰り返そうかなと思うんですけど、こんなんいらないね、もうね。雲の、ここはいらない。じゃあ、ちょっと貯めますね。ちょっと何回か行ったり来たりします。はい、何回かやり直してね。まあ、3回連続出たんだけど、うちの小槌。これを元手に、これあるとね、技全開するんですよ。だからまあ、ここじゃなくてもいいんだけど、竜とか危ねえよね。とりあえず33段なんか無理だね。40くらい欲しいかな、ここはさすがに。そんぐらいないときついよ。左側なんですけど、ちょっとレベル上げたいのでね、ずっとここでね。お、竹のお化け。な、こんなのいるので、すえんだけど、なにこれ、アホじゃないの？はい、蛇骨ババアとか出てきた。3ってなんだよ。はい、爆寒鬼出てきましたね。爆寒鬼ともう一個ね、いるんだけどね。これ一番強い敵じゃなかったっけ？
100ぐらい多分心持ってたと思うけど。ノブスマが出てきましたねこんなもんかな。じゃあちょっと羅生門の塔行っちゃおうか、ね、今回とこの次くらいでもう全クリできるかなと思うので、まあちょっと打ち合いの小事とか必要ですけど、ね、竹取りの左側ですね。だから竜とか邪魔なんですよね。また出た。届かなかったとか言ってる。結構いい経験値とお金持ってるよ。相変わらず強えな。あ、一撃でいける。あんま HP そんなないね。いきなり襲ってこなければ普通に倒せるわ。ここなんですけど、今冬使ってるので、うわ。これは六角で行った方がいいかな。もったいないんだけど。打ち出の小槌ね、これでもかってことね、満タンになってるんで。あ、ダメか。また出てくんなよ。あんなすぐ切れるもんなの？打てねえよね。あ、打てんのか。乗り込む前にもうこうなっちゃって。さて、全然覚えてない。お、読みの提灯。あ、3しか食らわないじゃん。でも届かない時あるよね、これ多分。買って。嘘でしょ。あれは意味があったのか。マンキンタンなんか使えたらたまったもんじゃないけどね。いい加減にしてくれって感じですけどね。インネビメラリメラリ。ん、刀届かなかった。呪いの炎なんだそれ。勘弁して。あら。あ、ラッキー。あったあったあった。ここだ。うわ、黄泉の鬼。
ちょっとね、節約していきたいっていうのがあって、上行かなくちゃね、確か。インネビ。呪いの炎ってきつかったよね。まあ、マンキンタン使えるからいいけどさ。呪いをかけられた。マジで。えらい。さて、まあ、うちでの小槌あるからいいけど、これ確か上だったな。あ、九千歩。なんか実質20くらいしか回復してないよね、あれ多分。お、まだ壊れない。いいね。もう六角で突っ込んでいくか。そんな強くねえな。お。高価さんたまの方がいいんだけどな。だけど一回でなくなるもんね。雲の糸で出るっていうのもあるんだけど、ちょっともったいないけど、うちで残すの方がいいんだよな。だからどっちもギリまで減った時使えばいいかな。ありがとう。高橋さんたま嬉しいけどね。あ、マジか。マジで。いや今使おうと思ったのに。まあね、高価値の弾使いながら行くか。うちの小槌はね、回復できるからいいんだよね。これで結構確率低くね、落とすのって。さて、これどっちだっけな。
まずいな。おい、勘弁して、そういうの。あ、おにぎりくれた。もう段上がっと思うけど。迷路だよな。あのね、すげえ長い通路みたいなのが、あ、ここかな、あるのよ、右上の方から。だからなんか右上がの方に向かってんだけど、多分ここで合ってんの。あ、来た、ここだ。ね長いね、ずっと行ったり来たり繰り返しなんで。敵いなくね。あ、いる、いるか。朝のシャンプーしなきゃダメよ。さて、もうちょいなんですけど、ここ今回攻略したいですね。長っ。あ、あれ最後か。あの階段の前でなんか出てこなかったっけ。あ、ここじゃなかった。ここ、あ、待って。あ、いた。さて、どうすかな、行こう。はい。風神。あ、行けるか。どっからか風神の声が聞こえた。俺様を倒したとて喜ぶのは早い。きっと雷神が仇を取りにやってくるぞ、ピュルル。あ、壊れちゃった。よくも風神を倒してくれたの、俺様が相手をしてやる。はい、雷神。もう強いね。はい、勇気の銅を見つけた。これ最強装備だね。今230なんで、お、240。そうだね、大丈夫か。この先なんだけど、そこにもボスがいて、それを倒して終わると。ここだな、多分。ちょっと本気で行かないとまずいけど、もう大丈夫か。六角があるから。いたいた。あやつが羅生門ですね。それを倒せば OK。
結構いけるもんだね、36段でね。六角打てるか、これ。はい、イラ正面。あ、ギリ。炎もこ、あー、めんどくせえ。おい、それ卑怯だよ、ずっと続けんの。ガルルル。いった。809。高架下の弾を落とした。しかし桃太郎は飛炎の力を全身に浴びてしまった、ね、これ全身に浴びて飛炎の城っていけんですけど、久しぶりじゃの桃太郎、わしは天の仙人じゃ。よくぞ羅生門の鬼を懲らしめたな。実は羅生門の鬼は昔わしの弟子だったのじゃ。しかし少しばかりの術を鼻にかけおってな、やつは都で悪さをし人々を困らせたので、わしが予備の塔に閉じ込めたのじゃ。ところで宝は4つまで揃ったか。揃ったよね。はい、そうか。わしの睨んだ通り、お前こそ真の勇者じゃ。そこでわしからこれを授けよう。かぐや姫が探している5つの宝物の最後の1つ、ツバメの小屋貝じゃ。さあ、5つの宝物を持った上、持った上は一刻も早くかぐや姫から勇気の剣を受け取るのじゃ。そして鬼ヶ島へ渡り、閻魔大王を懲らしめるのじゃ。はい、ということです。はい、竹富は今回ここまでですね。じゃあ次回は勇気の剣もらって先に進みたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。